静岡市駿河区のグランシップで行われた入学式にはおよそ2600人の新入生が出席しました。式では日詰和幸学長が新たなことに挑戦し柔軟性を持って学生生活を送ってくださいとエールを送りました。これに対し新入生代表の新谷陸さんはあらゆることに挑戦し未来を切り開いていく人材になることを誓いますと決意を述べました。浜松出身なんですけど、地元に戻って将来、教員としてこれからの未来を支える子どもたちのために、育てられるちゃんとした大人になっていきたいなと思います。サークル活動でいっぱい友達作ってなんかワイワイしたいなって思ってます。ドキドキとワクワクでいっぱいっていう感じです。新入生の講義は今月11日から始まるということです。